お元気ですか、ボクシミです。今日は2023プロ野球チップス第1弾開封動画、第1弾ですね、8回目でございます。8回目はね、再び10袋で、やりたいと思います。今日こそはね、白菜カードかラッキーカードをね、したいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。ではね、8回目の1袋目でございます。最優秀中継ぎ賞、中継ぎした、中日ドラゴンズ、ジャリエル・ロドリゲス投手でございます。ヤクルトスワローズの山崎幸太郎外野手でございます。ごめんなさい、山崎幸太郎選手ね、失礼しました。2袋目でございます。これは読売ジャイアンツの岡本和真、内野手でございます。でチェックリストですね、これね、オリックスバファローズ26年ぶり5度目の日本シリーズ制覇した時のカードでございます。3袋目でございます。でスターカード出ましたね、福岡ソフトバンクホークス柳田悠岐外野手の、キラカードでございます。中日ドラゴンズ木下拓也捕手でございます。4袋目でございます。最優秀中継ぎですね、阪神タイガース湯浅敦樹投手でございます。中日ドラゴンズダヤン・ビシエド内野手でございます。5袋目でございます。広島東洋カープ小園海斗内野手でございます。で最多安打の横浜 DeNA ベイスターズ佐野啓太外野手でございます。6袋目でございます。福岡ソフトバンクホークスの藤井康也投手でございます。読売ジャイアンツ大城匠捕手でございます。7袋目でございます。またね、キラカード出ましたね、埼玉西武ライオンズの高橋光成投手のキラカードでございます。で千葉ロッテマリーンズの美馬学投手でございます。8袋目でございます。北海道日本ハムファイターズの上沢直行投手でございます。オリックスバファローズの平野義久投手でございます。9袋目でございます。読売ジャイアンツの坂本勇人内野手でございます。新人王最多最優秀中継ぎの、埼玉西武ライオンズ水上由伸これ投手でございます。でラストの10袋目でございます。東北楽天ゴールデンイーグルスの小深田博人内野手でございまして、最後は本塁打王打点王の
ね、山川穂高内野手でございます。はい、以上で2023プロ野球チップス第1弾開封動画8回目終わりたいと思います。今回もですね、白サインカードは出ませんでしたが、キラカード2枚ゲットしました。またね、9回目はね、いつやるか分かりませんが、お金があり次第やっていきたいと思います。またね、プロ野球カードの方ですね、 BBM 読売ジャイアンツベースボールカードと、あともう一つね、購入したものがありますのでね、届き次第また開封動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。また、サブチャンネル僕の趣味チャンネルのおまけでは、料理動画をはじめ、レトルトカレーやカップラーメン、カップ焼きそばの試食動画や、チョコボールチャレンジという、企画をやっております。チョコボールチャレンジは、くちばしの方に金か銀の、エンゼルマークを出るという、単純な動画でございます。もしね、興味のある方は、このサブチャンネル僕の趣味チャンネルの方にも遊びに来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。